日本時間の7月1日フェイエノールトが来季着用する新ユニフォームのデザインを発表したそのデザインが反響を呼んでいる昨季はオランダリーグで2位に終わったフェイエノールト首位 p s v に勝ち点差7をつけられ悔しいシーズンとなったがすでにクラブの目は来季に向けられている躍進を期す新シーズンに向けて新たな戦闘服を発表した 7月1日に発表された新デザインはホームタウンであるロッテルダムにとって身近にして重要な関係にある自らインスピレーションを得たという流れるようなラインと赤白黒によって織りなされる色合いが特徴的な一枚となっているクラブはそのイメージ写真を公開しているがそのうちの一つは所属するサッカー日本代表の上田綺世をモデルの最前列に起用したものだ 1998年生まれで現在25歳の上田は昨シーズンからフェイ・エノールトでプレーオランダ1年目はなかなか思うような活躍が得られなかったものの来季の飛躍が期待されているめっちゃかっこいいそんな上田とユニフォームデザインにファンサポーターが以下のような声を寄せているめっちゃかっこいい来季は綾瀬のシーズンにユニも上田綾瀬もかっけえ綾瀬かっこよすぎでは かっこいい来年こそ大量得点お願いします新ユニ発表一番近くに綾瀬上田綾瀬はこのオフシーズンに妻とトルコ旅行に出かけるなどリフレッシュして過ごした自然体で挑むオランダ2年目での活躍に期待だ